藤井正夫、藤井正夫、藤井正夫、本名、藤井正夫、読み同じ、九百六十八年十月十六日から二千年十月十三日は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手、投手、炎の中継ぎと称された。九百六十八年に、福岡市西区今宿に生まれるが、九百七十九年に、父母の別居で姉、妹と共に、 母の出身地である佐賀県唐津市へ転居。母は呼ぶ子町の朝市で働き、正男をはじめ三人の子を女で一つで育てた。なお、藤井の父は別居状態のまま1985年に急病で他界している。私立港中学校から佐賀県立唐津商業高等学校へ進学。学生時代の愛称は福岡出身で同性の歌手の 富文也から文也、高校卒業後、日産自動車九州に入り、AS として活躍する。1994年には、チーム初の都市対抗野球出場とベスト8、社会人野球日本選手権の出場に貢献した。日本代表にも選ばれ、広島アジア大会で金メダルを獲得した。その年、ドラフト会議にて、福岡大英ホークスから4位指名を受けて入団。 背番号は15に決まった。1年目は途中から先発を任され、西武ライオンズ戦で完封も記録した。だがその後は伸び悩み、3年目から中継ぎへ転校した。1997年オフには、プロ野球脱税事件への関与が発覚。226ホールドを記録。パシフィックリーグ最多ホールド記録、当時を樹立し、最多ホールドを獲得する。 炎の中継ぎと称され、大英はリーグ優勝を達成。藤井も入団当初の目標であった、大貞治監督を胴上げするも達成した。ところが、同年の夏頃から藤井が、マウンド上で咳き込む様子が見られ、周囲は、当番方による疲れではないかとしていたが、日本シリーズ前の身体検査で異常が見つかり、シリーズ後に入院することになった。本人には知らされなかったが、 藤井はこの時すでに余命三ヶ月の末期肺がんだった。藤井が末期肺がんであることを知っていたのは、藤井の家族と当時の中内正しオーナー代行、当時の瀬戸山隆造球団代表などのフロント上層部、大監督をはじめとする首脳陣の一部、個人講演会、講演会から病状を知らされた親友の若田部、健一が一部のもののみだった。マウンドに上がるという気持ちがあれば、 気力で病気を克服できるかもしれないからという家族の懇願もあり、藤井には間質性肺炎と偽った病名を伝えた。球団首脳もその意向を汲み取り、本来は戦力外により解雇となってもおかしくないところを、藤井が優勝に貢献する活躍を見せたことを踏まえ、年俸外蔵で契約公開した。藤井は11月に行われた V1 記念パレードの翌日に入院した。 藤井は入退院を繰り返しつつ、2軍の練習に参加して2軍戦6試合に、登板するまで回復した。最後のマウンドになるかもしれないことが伝えられていた、王監督は藤井に、今すぐ1軍に上がってきと電話したが、藤井は2軍で結果を出せていないのに、1軍に上がることなどできませんと誇示し、1軍で登板することはなかった。6月末に福岡ドームの隣接する、 国立病院九州医療センター再入院した。入院後もウェブサイトに日記を掲載し、優勝を間近にしたナインに激励し続けたが10月には、心臓や肺に水が溜まる状態が続き、見舞客の話では、藤は肺から管を通しベッドから起き上がることもできない状態だったという。チームが V2 を達成したのを見届けた6日後の10月13日に、 幼体が急変し、三十一歳で急死した。三十二歳の誕生日を迎える三日前のことであった。藤井の誕生日でもある十月十六日に、告別式が行われた。葬儀には監督の王をはじめ大英前選手のほか、打球団からは読売ジャイアンツに移籍していた、藤井の兄貴分だった、工藤君康、日本ハムファイターズに移籍していた、下柳剛も三列した。 出刊の際、若田部、工藤を筆頭に、秋山浩二、国母保祐希、村松友人、松中信彦、城島健二、鳥越祐介、大道天、吉見、西村隆二が、藤井の棺を担いだ。工藤と若田部の二人は、仮想にも立ち会い、藤井との別れを惜しんだ。死の直後、個人講演会関係者の代筆で、皆様へで始まる藤井の最後のメッセージが、 在福マスコミや個人ウェブサイトに公開された。改名は、カツタマイン州法名声個人。福岡や福岡。ドームのロッカールームには、藤井が入院した頃から背中に、藤井15と手書きされた、ハリーホーク人形が置かれている。藤井ハリーと呼ばれる、この人形は、優勝が近づくと、ベンチに置かれ、胴上げにも、毎回加わっている。この藤井ハリーはチームが、 大英からソフトバンクに移行した後もユニフォームを着替えてロッカーに飾られていたが2014年10月現在藤井の遺族の手元にあり球場のロッカーには藤井のユニフォーム等が飾られている藤井の背番号15にちなみヤフオクドームの15番通路は藤井ゲートと呼ばれ記念プレートと藤井の最後のメッセージ個人ホームページに掲載された 皆様へで始まるメッセージが口に掲げられている。正式な永久決番ではないものの、2001年以降、ソフトバンクに親会社が変わってからも、球団で背番号15をつけた選手はいない。また、ホークス公式ファンクラブ、クラブホークスから配布、反されている選手ピンバッジと同じ、デザインの藤井のピンバッジが、毎年数量限定で配布されている。 若田部は親友でエースの工藤が巨人に移籍し退団した2000年の投手陣をまとめようと約束していた。大英の部位に達成時には入院中の藤井に代わって藤井ハリーをもって胴上げに参加した。また、この年の球団 MVP 受賞式では若田部が藤井ハリーを抱え藤井の代役を務めた。2005年11月より 藤井正雄争総少年乱式野球大会が藤井の故郷である唐津市で開催された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。